今日ね、ご紹介するのは、こちらの、オルフェイスバレエギターズ、ブルガリアのギターですね、大変気に入っております。今日は黒沢楽器さんで、ギターの弦を、張り替えていただきました。ちょっとね、このギターって、一回り大きいんですよ。一般的な、ガットギターよりね。ですが、すごくね、弾きやすいです。そしてね、スペインのギターよりはね、ちょっと軽いんですよね。軽くて、少し多分この中にね、このサウンドホールの中に補強の、材料が入ってるんですが、それが少し細いような気がします。スペインのものだともうちょっとがっしりしてるんですけど、このギターの特色としてすごく軽やかなんですよね。今聴いていただいたね、禁じられた遊びは本来ですともうちょっと重い感じで弾くんですが、このギターで弾くとね、割とあんまり物悲しくは聞こえないんですよね。そこがすごく気に入ってます。で、弦なんですが、太い方から6、5、4、3、2、1と、太い方が6弦、そして一番細いのが1弦、そういうふうに一般的に呼ばれています。でですね、僕の場合は、C6、5、4弦に、オーガスチンの赤、すごくこれはね、ポピュラーな、弦なんですが、それを使用しております。そしてですね、こちらの、3、2、1弦には、ダダリオ社の、プロアルテという、弦を使っています。これなぜかと申しますと、クラシックギターの場合は、この6、5、4弦を、ベースの役割を果たすんですね。でこれ一つで一つのオーケストラ、ちょっと大げさかなでもそういう風にベースがね、こうっていうのがベースになるわけです。でそしてこちらがハーモニーなんですね。で6、5、4弦になぜオーガスチンを使うかというと、少しこう華やかなんです。でライフはというとそれほど長くないんですが、そんなに強くね、バン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 ってアタックするわけでもないんで、さほど寿命としてはね、短くないです。すごく長い間使えます。そしてですね、3、2、1弦なんですが、これはですね、ちょっとオーガスチンのものがばらつきがあると感じる時があるんですよね。なのでダダリオのプロアルテはですね、このプレーン弦と呼ばれる3、2、1弦に関してはね、すごくクオリティが高いんですよね。なので、別々の会社の弦なんですけど、それを、ミックスして6、5、4弦に、オーガスチンの赤、3、2、1弦に関しては、ダダリオ社のプロアルテを使ってます。この組み合わせはね、結構いろんな方がね、トライして、うまくいってる組み合わせだそうです。でちょっとね、ここのところの弦の張り方を見ていただくとね、面白いんですが、ナイロン弦というのはね、やっぱりどうしても滑りやすいんですね。なのでちょっと見やすくしますね。このようにね、
巻きつけて貼ります。ここをぐるぐるぐるっと、こうツルツル滑るんでね、ナイロンの弦なんで。そしてこっちの、巻いてあるラウンド弦の方は、1回巻いてあります。ここあんまりぐるぐる巻いちゃうと、あの音の響き的にね、あまりよろしくないんで、6、5、4弦に関しては1回巻いて、3、2、1弦に関しては、このように2回巻いてずれないようにしています。これはね、あの黒沢、ドクターサウンドさんでが、あのすごく、うまくね、弦を張ってくださるんで、安定してね演奏することができます。自分でも、まあ当然ギターの弦は張れるんですけど、僕が張るよりもはるかに安定して張って くれるんで、すごくね信頼してます。僕はね、あのエレキギターも、クラシックギターもね両方弾くんですけど、両方楽しいですね。ギターは本当にね楽しい楽器ですし、そんなにお金もかからずにね楽しめるんで、ぜひ1台、クラシックギターでもよし、エレキギターでもよし、ぜひ買ってね楽しんでくれればなと思います。今日はねご紹介したのはこちら、ブルガリアのオルフェスバレエギターズです。はい、とっても気に入ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you soon です。